こんにちは、斉藤朱夏です。1月20日発売のドラゴンマガジン3月号では、私、斉藤朱夏がグラビアページに登場させていただきました。ありがとうございます。質問ですか？はい、ということで2022年になったということで、まあまだまだちょっと雲行きが怪しい状況ではありますが、なんか皆さんのところに会いに行くことが、まあ、2022年の目標かなと思っております。はい、この度角川さんから2月14日に斉藤朱夏セカンド写真集朱夏休みが発売されることが決定しました。まあいろいろとね、もう先行でカットが出されたりとかしてるんですけど、こちら約ファースト写真集から3年半ぶりとなります。まあ大体約なんですけど、まあ今回もファースト写真集も沖縄で撮ってて、セカンド写真集もなんと沖縄で撮りました。またちょっとね、違う私が見れるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ皆さん楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思います。そのセカンド写真集のですね、ちょっと別カットと言いますか、それがドラゴンマガジンさんにも掲載されているということで、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。そしてドラゴンマガジン3月号は、現在大ブレイク中の新感覚ライトノベル、 VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってたに加え、かまって新卒ちゃんが毎回誘ってくる実は妹でしたの表紙&関東特集と、私斉藤朱夏のバックカバーの巻末特集が目印となっております。そして皆さんお待ちかね、昨年開催されたファンタジア大賞の受賞作が間もなく発売です。詳しく特集しております。付録には開運2022ファンタジアヒロインお守りカードやポスターもついてくるドラゴンマガジン3月号、1月20日発売です。ぜひよろしくお願いします。以上、斉藤朱夏でした。バイバーイ。